こんにちは、木のおもちゃ作家の小田切ゆかです。今日はですね、前回の引き続きで私が制作しているカチャっていうおもちゃについてお話ししていきます。カチャの積み木セットの遊び方ですかね、はい、についてお話ししていきます。で、改めてなんですが、カチャって何か、どんなおもちゃかというと、こんな風に丸い、はい、丸い形をした輪っかがたくさんいるんですけど、みんな顔がついてます。で、みんなこんな風に知恵の輪リングになっています。なので、こんな風に知恵の輪リングの仕組みを使いながら、この子たち、登場人物なんですけど、この子たちの世界を広げていこう、レゴとかシルバニアファミリーみたいにごっこ遊びの世界を展開していこうっていう、そんなおもちゃになっています。はい、で、今日はですね、前回の続きで、前回はこの積み木セットを使った滑り台遊びっていうのを紹介しました。滑り台遊びって何かというとですね、この子たちみんな丸いので、で、前回蓋だけで終わっちゃったんですけど、蓋の裏側にこう溝、スリットが入ってるんですね。で、ここでコロコロコロって転がしながら滑り台遊びができますよ、なんてそんな話をしましたが、今日はいよいよこの積み木セットの中身ですね。こちら中身、中身を使って滑り台遊びをやりたいと思います。さらに滑り台遊びを使ってドミノ倒しまで挑戦していこうと思っていますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。じゃあですね、ちょっとカメラを近づけて見やすい位置でお話ししていきます。はい、ではでは、こちら積み木セットを使って滑り台遊びを紹介していきたいと思います。はい、で、前回は蓋の裏側ですね、ここを使って滑り台遊びをさせたんですが、今日はいよいよ中身ですね、中のパーツを使います。で、中のパーツもこんな風にスリットがたくさん入ってるんですよね。なので、このスリットを使いながら、滑り台を作っていきたいと思います。まずはじゃあシンプルにお城を作って、で、そこにちょっと滑り台付きのお城っていうのを作ってあげようと思います。はい、積み木を使って滑り台付きのお城を作ります。ちょっとお城っぽいやつなんですよね。この辺がいいかな。はい、そこいうパーツにも入ってるので、スリットが入ってるので、こんな風に組み込みながら遊ぶことができるんですね。はい、ということでできました。滑り台付きのお城です。で、このスリットを使って、この子たちが丸いので、転がして滑り台いきます。一瞬ですよ。コロコロコロ、はい、終わりっていうことで、よいしょ、コロ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 、なかなか豪華なお家ができました。ゆらゆらちゃんもいけるかな。あ、ゆらゆらちゃん、あんまり角度があるとこうゆらゆらしないでそのまま滑りますね。あ、止まった。おお、はい。で、じゃあちょっとアレンジをします。これ滑り台を使ってからのドミノ倒しを作ってみたいと思います。ドミノ倒し、何かというと、よいしょ、この子たちをこの子たちをドミノにしてしまうっていう、ちょっと荒技なんですが、はいはい、ドミノ倒しいきます。せーの、お、大成功はい、という感じです。はい、ということで、滑り台からのドミノ倒し、いかがだったでしょうか。ちょっとやりたくなってきますよね。はい、ということで、このチャンネルではこういったおもちゃの遊び方とか工夫遊びだったりとか、あとおもちゃを使って、機械の仕組み、機械の仕組みを学んでいこうみたいな、そんな動画も上げています。
まあ、その他にも制作動画とか、自由気ままに上げてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日は以上になります。またお会いしましょう。